柏神宮からですね、この香取神宮、ここは本当にあの伊勢神宮を除くともう二大神宮で、まあ本当にこの神宮が大事なことはもうはっきりしてるんですけども、しかし今は全くある意味で伊勢神宮なんかと比べるとですね、寂れてしまって、まああんまり人も来ないような、まあしかしこの地元の方はね、本当にその意義を知ってお祭りなんかも常にやってられるんですけども、しかしこれが本当に日本の歴史にとっても大事なのに、それが忘れられるっていうところがね、ちょっと残念なんですが、なぜ大事かっていうと、もちろんご存知のように、あの天照という、まあ、あの狼がですね、この本当に関東 の、 あの神であって、でやっぱり 日が昇るというですね、日高神国という、まあ、そこのもう天照、まあ、あの要するに全てを照らすあの神様がそこにおられたという、まあ、そういうことをこの鹿島と香取がそれをあの今記憶してるっていうか、まあ、それをその線に追ってるわけですね。でそのことをまあ私たちは気がつかなくちゃいけないの で、やはりあの縄文時代ですね、この辺が非常に発達していて、特に関東東北というのは縄文時代が、まあ、人口も多く、そして貝塚も多かったし、あらゆる面でですね栄えていたわけですね。であの我々はもう縄文弥生というと、もう国なんかなくて、あのある意味で原始的な国だというふうに思わされていたんですが、それは進歩史観というものがあるからですね。でやっぱり進歩史観とか、まあ、ヘーゲル的なこう歴史がこう進歩する、近代が一番いいんだという概念が日本人にも入ってしまって、そしてそういうことによってですね、この辺が原始時代だということが、まあ、あまりにもあの教育に徹底してしまったんで、そうではなくて、もうこの頃から文化があり文明があったんだということでね、でそういうことをあのこの香取神宮の存在、あるいは鹿島神宮の存在によって、日本がよりこう深くあの長い歴史があったことをもう一回確認することができる。まあ伊勢神宮の方はね、もう幸いあの非常にあの今は多くの人が参りますけども、まず我々はあのそれ以前の、つまり伊勢神宮の以前がこの鹿島香取だったということですね。それをぜひあの強調したいと思います。その進歩史観っていうのが入ってきたのはいつ頃なんですか？これはもう明治以降ですね。これはあの、まあ皆さんまあそれが当たり前だと思ってるからあれなんですけど、これヘーゲルっていう人がね、こう言い始めて、西洋で持ち込んだために、まあそれであの全てが間違えて、歴史を全て間違えてしまって、でその以後ですね、やはりあの優れた歴史家、あの例えばヤスパースなんていう歴史学者が、やはりあのもう紀元前6世紀でほとんどの全ての思想が出揃ってしまったということを、まあ、言ってるわけですけど、それは全く古代の日本で言えば、まあ、まだ縄文時代ですね。弥生、今弥生が紀元前3世紀かっていう説だと、もう縄文時代のこと、縄文時代にですね世界の思想が出揃ったっていうようなことが、まあ、日本人にはさっぱり分かってないですね。ですからそういうことがやはり日本でもあったということ、そういうことをあのこういう神社を見ることによって分かるんですね。結構坂がちゃんと、ね、こう山なんですよね、はい、だからやはり山のこう宮司さん、おはようございます。雪をいただく富士の山、相模川、隔て、ボロボロと見る。
これ面白いのは富士の山っていうのはね、ここから見えるっていうことだろうと思うんですね。つまりね、あの富士の山っていうのは本当は非常に重要なあの山で、これはもう木々には載ってないんですね。不思議なこと、木々っていうのは古事記や日本書紀、はい、だけどもこの山がやはり高間ヶ原の原型っていうかな、そういうイメージを与えたに違いないですね。でその高間ヶ原が見えるところがある意味で高間ヶ原と、はい、いうその富士が見えるところが、見えるところね、でそこが日本の中心地だったっていうことで、はい、ですからここが関東がね、ある意味で富士の山をこう仰ぐ、でここはまあ相模川ですから、もっとこの漁船はおそらくあの神奈川の方の、はい、まあ、あの山をあるいは、まあ、風景でしょうね、はい、を見ながら昭和天皇がお帰りになったと思います。ここでってわけじゃない、ここじゃないとは思うんですけど、しかし相模川がね至っているということで、まあ、これがやはり、しかしやはりあの昭和天皇はご存知で、この常に、はい、鹿島神宮と香取神宮には、まあ、勅使をお送りになってですね、でその非常に大事な皇室にとっての、まあ、神宮であるということをご存知ということですね、この歌は、まあ、いいからね、で非常にね、あの 祭典が行われてるんですね、はい、でこれが大事なことで、結局日高御国っていう、結局そういうその当時あった高間ヶ原のまあ昔のその、のイメージの原型となった国があった、はい、であのそこのその国自身が祭祀、つまり祭祀を中心とした、はい、あの国でね、ですからこの辺がやはり祭祀を中心とするあのまあ皇室のもと、つまりまあ、神々がおられたという、まあ、そういうことになる、でそれがあの日高御国っぱいありますよね、ですからすごいでしょう、やっぱりね、はい、まあ、これはまあ戦後の作られた祭りも入ってますけど、うん、要するにそういうことが国を祈る、国の、まあ、あるいは人々を、ね、祈る、そういうここが中心としての重要ポイントだったんですね、で神道っていうんですね、神の都と、そういう神道、ええ、神の都、伊勢神宮も神道って言いますね、そうそう、そういうね、神の都、はい、しかし昔はやはり本当の都だった、うん、それがね、あのそういうと日立国土記って書いてあるね、あ、昔っていうのは縄文時代なんですか、もう縄文弥生の時代が、ね、まあ、そのことを今我々は歴史を復活させるっていうか、縄文の弥生を単なるね、あの原始的な時代、あるいは考古学的な時代だけではなくて、古事記や日本書紀が書かれているまあ古い時代のまあ在り方と結びつけていく、そういうことをね、今歴史の復元なんですけども、それをやってる、まあ、この香取神宮はまさにそういう、でここはまああの富津の神というね、あの富津、竹富津の神という、竹富津、で竹三日月の神が、あの人と鹿島神宮の神様で、はい、ここは竹富津の神、それはあのほとんど富津っていうのはまああの剣のね神様っていう、剣のこう富津っていう意味が剣のまあ矛先のことをの輝きを言う富津っていうんですけどもね、それだけあの剣が強かったっていうことで、富津ってどんな字、これはね、ここにも竹富津の神、こういう字なんで、慶に津とか、ね、富津の字ね、はい、こういうことで、まあ、日本書紀で書かれてるんですけども、鹿島神宮も剣が、そうそう、あれは竹三日月の神でね、はい、やっぱり剣の神、あれ場合によってはね、この古事記にこの富津の神が書かれてないから、はい、竹三日月の神と同一の神だっていう、まあそういう説もあるんですね、
日本書紀にここで書かれていて、はい、まあ、イザナギが核寿司というか火の神をね、はい、まあ、切ったと、産んでその後、お前のせいだって言って切った時、イザナミがね、それで死んでしまったんで、はい、それでこう復讐で金槌を核槌を切った時に、はい、剣から出てくる血が、ね、固まってできた岩、はいはい、それをその岩そのものが普通主の祖って言われたりですね、からその核土の地からまあ、岩が赤く染まったんですけども、はい、それを岩作根作根作というそういうまた別の神が生まれて、でその子供が岩筒岩筒角目という、まあ、そういう、はい、その普通主の、まあ、産んだ両親という、まあ、そういう複雑なことは書いたんですけど、いずれにしてもここが非常に赤いでしょう、はい、おそらくそれ血ですよね、最初の、まあ、鳥居も赤く、これも赤いですね、はい、種が塗ってありますね、おそらくそういうことだろうと思いますけどね、これから行くところみんな赤いですね、でそういうこのまさに日本のこのイザナギの息子が、まあ、から出てきた神がここの祭神であると、はい、でそれは何かっていうとこのアマテラスより前なんですね、まあ、アマテラスはそのイザナギからまた後で生まれるんですけども、まあ、あるいは同時と言ってもいい、だからそれだけ古い神で、ですから関東の神この、まあ、鹿島も香取も本当に伊勢なんかにはるかに古いというか、あるいはそういうそれと並ぶというかね、そういう神々であるわけで、まあそのことがね、やはり我々はもっと記憶に新たにしないといけないというですね。じゃあ行きましょう。杉の木の母であるという、まあ、三国二皇がおっしゃった。三国二皇、これ割と、まあ、江戸時代ですけどね、江戸時代です、うん、はい、ここがね、この木が本当すごいですね、もともとこういう木がね、たくさんあったんでしょうね、この辺はね、まあ、これが川みたいな、木の皮みたいなのが覆いかぶさってるように見えますけど、うん、年輪を感じさせますね、すごい、うん、やはりこれがこういう木がね、昔から見かけなくて、鳥人類の桜ですね、うん、ロンリーマスこの辺からこう見ますね、いらっしゃるんですね、あ、昭和天皇はやっぱりね、非常によく知られてる、歴史をね、天皇はよくご理解されてる、ね、え、これみんなね、江戸時代に作られた建物自体は、ね、増設されたみたいな感じ、いや、もうほとんど改築して、本来はね、20年ごとにね、改築する、あ、そういう伊勢神宮と同じだったんですね、黒と極彩色でとても美しい感じ、ね、本当にね、
まあ、こういうあの唐風ですから、これ江戸で作られたっていうのがよくわかるんですけども、まあ、こういう曲線が入ることによってね、建築が一層生えてくる、はい、まあ、しかしこれは国宝、これは国宝じゃない、重要文化財ですね、はい、うん、建物になってます。江戸時代っていうのは徳川っていうですか、うん、そうそう、徳川がね、やはりそういう歴史をもう一回よく見直して、こういうものをね、どんどん増やしていくという用意されてるよね。これはまあ、あとで、器はね、もっと、まあ、伊勢神宮なんかもそうですけども、直線的にね、こう、ピーンってなってますね。こういうのは江戸時代ですか？もう江戸時代でしょうね。しかし、江戸時代にそういう、おそらく信仰を復活させて、復活っていうかな、こう見直したっていう、はい、そういう感じがしますね。やはりこれは江戸時代にどっかあの中国から入ってきた形なんですか、ね、そうそう、まあそういう影響はありますね、うん、その時はハイカラな感じ。そうそう、儒教っていうものがあの日本の、まあ、ある意味で道徳とかね、はい、あるいはそういう考え方を、はい、言葉で整理しているわけで、もともとは儒教的なものはもう日本 の道徳としてすでに日本にあったんですね、うん、ですから儒教そのものは逆に中国で作られたものだけれども、あの、まあ、まさにそういう考え方そのものは日本で初めて、はい、あの道徳観が、まあ、実現したというかな、そういう実行しているということで、で中国ではね、逆にその言葉だけに残ってしまったって、ね、なるほど、うん、アメリカでパンクができて、イギリスでパンクがあのちゃんと花開いたみたいな感じでしょうかね、うん、まあ、やっぱり実態がね、日本でこう行われる、それは言葉なしに理解している、それはもともと自然道っていうか、自然がね、人間をそうやって導いたもので、うん、決してこう言葉で作るものが道徳ではないんですね、はい、そのことを日本人がしっかりと身につけてるということなんで、はい、まあ、戦後それを忘れようとしているんですけれども、はい、決してそういうことはないですね、うん、まあ、この本殿がここでね、元禄13年ですから、はい、大体まあ1700年ぐらいですけども、はい、まあ、これがやはりいかにね、江戸時代がこの江戸というところをあの首都にしたところで、はい、やはり関東をね、見直すということをしていたということがよくわかる。関東にもともと首都があったんだよ、そうそう、っていうことを盛り上げようという動きが、こういう、うん、まあ、そうそう、もうまさにそういうことをね、うん、あの徳川氏が自覚してるんですね。ですから、あの水戸学っていうのはこの近くですよね、水戸、茨城県のね、今、はい、つまり水戸学というのはそういう国家をね、もう一回国家学を再興した、はい、水戸光圀から始めたの、ね、それがあのまさにこ、まあ、国学になるわけで、まあ、それがやはり徳川時代にあの生まれてるのは、やはりこういう香取鹿島の神宮の伝統がね、あのやはりそういう、まあ、水戸学を作り出した源流なんです。ですからやっぱり天皇をこうなぜこの皇室というもの、あるいはそこがまさにこうあの中心であるということは、はい、なんか京都にね、天皇がおられるのに、なぜ水戸がそういうことを言い始めたっていうので、みんな不思議られてるんですけど、はいはい、とんでもないんで、この鹿島香取が本来の皇室の源流なんですね。だからいわゆるあの神武天皇がおられた前の天皇、前はスメラミコト、あるいは前のアマテラスの、まあ、司るそういう国がこちらにあったということなんですね。いつ頃そうやって常識がちょっとひっくり返って、だからまさにね、あの大和奈良に都を置いた神武天皇が、はい、それ以後はもうこっちを忘れようと、 あるいはあのいわゆるこう関西系の、つまり弥生系というかな、はい、こう佐野系の人たちが、はい、やはりそれをどっちかっていうとアマテラス系を、まあ、忘れようとしたわけね、はい、しかし
それはずっとあの関東に残ってるわけですよ。でそれがまあ江戸時代しっかりともう一回再認識されたということなんですね。それがまさに国学あるいは水戸学なんですね。だからそういう意味でね、あの水戸学っていうのは決して意外では何でもない。元来は こちらがあの皇室の源流であったわけですね。で天照がおられたところであるわけ。それはもう決してあのフィクションでも何でもないんで、こういうこの歴史があの読み取るというそういうことが当然出てくるんですね。はい、そうするとそれはちょうど縄文弥生が関東東北があの人口が多くそして栄えていたことがちょうどそれとうまく合うわけですね。でそうやってこう歴史がまあ日本の歴史が長くあったっていうと、そうするとエジプトより長い前という、こう縄文は1万年ですからね。チグリス、ユーラテスみたいな感じですかね。そうそう、ですからね、すでにこう縄文時代がもうある意味で日本が国があったということが予想がつくと、もう江戸あのエジプトよりもさらに前、シュメールよりもさらに前日本にがあったという。その皇室が一番長いあの王室だっていう以上に、はい、さらにこう日本が長いあの歴史を持ってたっていうことがね、こうはっきりするんで、はい、ただ原始時代があったっていうんではないっていうことがね、それが分かってくるんですね。まあ、そういう意味では、ね、こういう江戸時代の再認識って非常に重要だと思いますね。よし、行きましょう。それから日本は日本というのは日の本ね、あれ安倍晋三って書いてあるあれ最近なのかな、これ大和心っていうのはまさに私の本にもね、大和心のとは何かっていう本があるんですけども、平成27年晩秋って書いてありますから、結構去年新しいですね。大和心、あの安倍晋三さんがおそらくそれを理解したんでしょうね。はい、なんて書いてあるのかな、すごい平成、読みにくい。あの、コメントだ。うん、やはりね、この今言ったように大和っていうのは結局山、富士山なんですね。山、人、うん、で心、富士山の心っていう意味で、はい、まさにそれが本流なんで、うん、あのまあ三輪山とかね、あの、はい、大和っていうと三輪山なんだけれども、はい、あれはあの大国主の命の、 あの、まあ、山ですからね、あるいは蛇の山ですから、はい、まあ、この大和っていうのは 本来は関東にあるべきあの心、大和心なんですね。でそれをあの富士山が見える、おそらくそういうことを理解されていると私は見てるわけですね。あ、安倍さんも、で私はあの東京の歴史っていうのを書いて、はいはい、確か安倍さんに送ったんですね。あ、そうなんですか。まあ、それを読まれたかどうかは知りませんけれども、いずれにしてもですね、大和心っていうのは関東あるいはまあこちらの東の国が作って、それを関西に送った、うん、で藤原氏が まさにそれをね送ったという、まあ、それがですからあの天皇そのものがあの神宮、いわゆる神武天皇がこう九州からね、こうまさにあの大和に向かっていったっていうことは、まさに関西を平らげて国を作った。でそれ以前にあの関東と東北にね国があったんだという、そういうことをあの示しているわけで、まあ、階段は右の方に来てるところですね、うんうん、今の拝殿は台湾ヒノキです。あ、そうですか。明治10年、鹿島の要石がブレイクして江戸の人たちがあの来るようになったんでしょうね。そこで悟りにないのは不都合だということで、御師弟者の前に要石を作ったと、書いてあると地元の漢学者が文献に残しています。最初の要石、初代の要石はもっと小さかったんですね。これ2代目なんです。あ、どんどん変わってってこっちの方がいいかなみたいな感じになったんですかねですから明治の時代の香取名所杖とかあの鹿島名所杖、
言いますと、鹿島の方は要石があるんですが、うん、これ要石ない時期があったんですよ、うん、江戸時代に設置されたんですけども、はい、あまりにも小さかった漬物石で、鮭の間でも意見が、はい、ね、モノマネすることに意見が割れたんですよね、うん、そこで移動してたのを、ここを文外寺さんという家なんですが、そこのネギさんが酒瓶一本持ってって、その鮭の石を回収して自分の家のそこの楽天様の近くに今置いたんですけども、それで今度は一人では持てないような、もう沈み込まないようにしっかりこう大きな石を据えたってことです。いや、これ作られたのはじゃあ江戸ですか？いえ、あの一番最初は江戸の後期、江戸の後期、それ以前にはあの香取市とか、それあの1700年代の方には一切出てこない。で、鹿島神宮はこの看板の中でこういうふうな記述ではなくて、鹿島神宮の正式見解としては、うん、神の御橋の石または真の御柱のようなものというふうに、うん、あの鹿島神宮はあの地震石詰めの石の信仰は地下になまずになったのは1700年なんですが、龍がいて、まあ、あの地震を沈めてるっていうね、龍を沈めてる、鹿島の神が沈めてるっていう、うん、そうそう、あの暦の表紙にそういうのを書いて、鹿島の御師と呼ばれる人たちが宣伝してたんですけども、うん、あの江戸の終わりの頃のブレイクするんですね。で、鳩にもそれに乗って作った。ブレイクしたんですね。で、鹿島神宮は直接あの鹿島の神様の信仰とは違う、皆さんの俗説ですよってことを暗に表現してるんです。そうね。で、鳩には後から始めましたので悪のじして、これ作ったのはそこのネギさんなんですけど。小武道っていうか、あの剣道の墓ですよ、それ。この辺を、あのそれとも昔、梅木が梅の木になって、前に来たことがあった。伊勢神宮の、あの払い下げのものですので、あの地に和日だそうです。女神の景色です。あ、じゃあ上のあれがちぎりのところだ、うん、平らになってますね、垂直に、うん、なるほど、古い景色というか、で両方の箱のところには打ち掛けが8本ずつということで、はい、天皇家の形式ですから、あるんですね。あ、建築みたいな感じだ。本当に素朴だね。素朴でいいね。先生、あの神道国学校とかなんかに、打ち掛けはあのプランテーションの主としての、はい、あの弥生時代農耕産業、はい、たくさんの労働力が必要、はい、でいわゆる万葉集に出てくる下元を取る村長の、うん、っていうような仕事ということで、プランテーションの主の教義を示すという、まあ、それで打ち掛けというのがあるんだ。私の藤原氏というのが伝承が薄れちゃうんですよ。先生、あまり食べていけないですか、もともと。とにかく、なんか2年前の先生、あの NHK の中で、東北地方に単独で中国と交流できるような、あの強力な勢力が報道がありましたね。だから私、その関係で藤原の馬会という藤原氏の安藤氏です。安藤氏ですか、中国から戻ってきた、あれ津波でやられちゃうんですか、エリートが、来るわけですね、発生期から、それでそれの関係の反対勢力のことで、あの武力をつけないといけないって言って、あのなんていうんですかね、初期の藤原氏の伝統が途絶えちゃう。そう、要するにそういうことです。でも元々はだって藤原氏っていうのは、あの武力の方じゃないから、だからそれは圧倒的にかなわけないですよね。まあね、あの頃はそうなっちゃった。そうなんですよね。元々は竹三日月の神はね、竹富士の神。そうなんですけどね。貴族化するから。剣の神ですからね。神宮寺ってこれもともとね、あの神道の上にお寺が建つと、その作られる仏像もやはりそういうね、こう地元のこうある種の
力がねこうこもってくるんで、不動尊っていうのはやっぱり不動明で、やはりそういうまあ地元のまあある意味でね、そういう怒りとか力がこうこもるわけで、やっぱりこの姿がね非常にこれだけ大きい、東北にはね結構大きいねこういう像が多いんですよね。やっぱりそういう立ち木物っていうか、そのところの木を使ってね、こう大きい根からあるようなそういう、こう木を基本にした仏像というね、だからこれも本当に見事なんですね。おそらく一木造りだと思うんですね。あ、じゃあ相当大きい木から取ってる感じですか。そうですね。すごい大きい木から取ってるんですね。で、その地区の人たちが寄ってたがって歩いていっちゃった。あれあれ。一連のね、あのやはりまあ縄文時代っていう、まあおそらく柱っていうね、あの、はい、これも柱でね、そこから仏像を作るという神宮寺にふさわしいね、神宮寺っていうのは神とお寺でしょ、はいはい、だからそういうもともとのこの神道っていうかな、そういう伝統とそれが樹木に信仰にね結びついている。樹木信仰が仏像になっていくというね。あ、なるほど、うん、そこからこう切り出してこうやって、そうそう、つまり自然信仰とね仏像と一緒になっていく、それが神仏融合であるし、やはり神か、あの仏がねこう質をあの自然と一体となっていくというね、日本の独特なこう仏教なんですよ、自然と重なっていくという、まあ、神道と一緒の仏教、ええ、仏像ということですね、ええ、そうですね、仏が一緒になっていくという。あのこの、ね、手のバランスっていうのは時代によって違うんですか。いや、だいたいこういう長いですよ、うん、あの あれからね、天平からそうね、福建若干のってね、あの幸福寺のじゃなくて東大寺のね、あの3月の慣れも長いし、本当に表情がいいですよね、うん、表情がいい、本当に素晴らしい、うん、相当な彫刻家ですよ ね、 誰がいたんだろうな、廃仏毀釈の時に、うん、全ての文書、うん、金剛法師に関する文書全部燃やされちゃって、廃棄が全然分からないですね。ですか、はい、でもあの鹿島の神宮寺が七の松ですよね、うん、それから約50か100の間だと思うんですけど、だからそういう場合はね、このお寺、この、 あの、まあ、仏師とつけるわけですよ、うんうん、あの春日の仏師っていうふうに、うん、そうでしょ、言い伝えられてるんですよ、そうですよね、はい、それだよ、うん、それが何者かっていうね。あの鎌倉だとね、すでに慶派がね、慶派というか運慶派が関東をずっとね、あの抑えていましたから、それとちょっと違うね。これ全体の、ね、厳しいバランスというのはずっと決まってるわけじゃなくて、時代時代で変わってるじゃないですか。あれはそのあの刻む人で、まあ大体こんなもんですよ。うん、手長いですよ。玉寄姫っていうのはね、海彦、山彦のね、あの海神の方の娘で、海とあの山が結ばれたっていうのが海彦、山彦のね、あれです。で山彦は、山彦が勝つわけで、日本はだからそういう意味でね、山、そこから大和民族っていうのが出てきた、うん、で山彦、うん、山彦ね、だから山彦が大和、うん、
当て字なんですよ、大和、大和なんとか。へえ、じゃあ、民中じゃないですけどそうそう、山人っていうのは縄文みたいな、うん、だからもともと、だから縄文っていうのは大体基本的に山ですよね、はい、うん、だって狩りをやるわけだしね、うん、だそういうところでここが中心地であって、でそれがまあ結局は東のね、アマテラスたち、つまり高間ヶ原がね、やはりこう、はい、この辺にあったっていう、まあこれはまあ一つの神の名として、神、いわゆるですね、国つかみ、神つ、あの天つかみのね、天つかみたちがここにいたということになるんで、天つかみがやはり関東東北の人たちで、うん、国つかみが関西の人たちという、そういうふうに、だからここのところで、ここのところはね、天つかみたちの人たち、それが昔は縄文弥生の人たちっていうことですよね。出雲たける、うん、これはね、この辺からはみんな国つかみの時代になってくると、ここはだんだん遅れていくわけ、遅れていくっていうか、中央からね、忘れられていくから、なんか蝦夷がいるみたいなことなんだけど、実際はそうじゃない。きちっとしたやっぱり格式のある、もともとのね、スメラミコトの子孫たちが生きてたわけだけども、まあそれ結果的にやれたのはやっぱりでしょうね、千葉市が出てくるような、結局源平戦いの後のね、やっぱりその頃からだんだんと、そういう兵士の中途たちの千葉市ですか、うん、そうそう、もうそれがどんどんやっぱり関西系がこうどんどん入ってくると、基本的に東がね、ちょっと打ち捨てられたような格好になってくる。しかしこの東さん、東さんっていうのはね、これまさにそういう人たちで頑張ってた人なんだね、里人として。だからそれが千葉市にどんどんやられていくという、まあもう当時も千葉市になってんじゃないかな、これは。まあ、だからこの辺がそういうだんだんと千葉市っていうか、こちらの新しい豪族たちがね、できてきて、古い豪族がまあ廃れていくというね、そういうことが。しかしやはりこう伝統が残っていてね、それがやっぱりこの辺の神宮、江戸の本殿、江戸の神社というのがこういうね、カーブがついてるね、ああ、これが唐風でというふうに思われてると、やはりね、いいですよね、建築として。ですから本殿がやっぱりね、中心ですから、地位がね、突き刺して、これそのものがね、やっぱり伊勢神宮も、伊勢神宮も、もちろん鹿島神宮も香取神宮も全部地位がね、はい、それがいっぱい、いや、まあ神明作りの一つのね、方で、伊勢神宮にもね、もちろん、はい、これは格式がある、ね、木で、だから周りがこう全て木で、はい、そこに樹木で作られたね、こう、こういう神殿が。見えてなってるから、やっぱり江戸時代とかの建物なんですね。うんうん、そうそうそう。まあ、だから時代によってね、少しずつ変わってきてはいる。非常になんか掘り物がたくさんあるでしょ。あ、はい、豪華な。形的にはこれ前方後円墳になるんですか。そうです、もう完全に前方後円、百数十メートル、なんか有名ですよね、この。これ丸いとこがここなんですよね。そうそう。で、全国でね、前方後円墳っていうのは、まあ関西が中心ですけどね、岩手まであって、はい、で一つは、おそらく前方後円、いわゆる古墳っていうのはね、
16万5千ぐらいあって、おそらく20万あるんですね。はい、全国で九州から岩手まであって、ですから全国的に、まあ、古墳というのはもうあるんですけども、全員古墳、前方後円墳というのは大体今言ったね、5、6000あるんだね。そんなにあるんですか？で、それが基本的にはやっぱり皇室関係の、まあ、豪族がやっぱり前方後円墳を使えて、はい、後のあれはやはり、まあ、それぞれ、ね、円墳とか後墳とか、はい、様々な形をしているものが使われて、だからここはもうある意味で、特別な皇室関係の方が眠ってらっしゃる。神話から続くね、はい、ですから意外に関東にそれが多いわけで、まあ、それはですから、それ以前 の縄文弥生までがこう関東の、まあ、時代で、それで神武天皇が、まあ、関西を、まあ、一応支配された後、今度は関西が中心になるんですね。関西が中心になった時に古墳ができるんで、大きいものはご存じのように仁徳天皇陵も応仁天皇陵も全部大きいものは、関西、つまり高知とかね、大阪とか、奈良にできるんで、でそういうやや小ぶりなものが関東に残っていくっていうのは、まだ豪族たちが残っているけど、大体が関西に移動したわけですよね。で藤原家もそうだし、大体あらゆる人たちが大阪にから関西に移ったわけですね。でそういう移動したから、で関東の人たちが移動したおかげで奈良京都の文化ができるわけね。でそこに遷都したんですか？そうそう、一応遷都した。でそういうことで、中心が関西に行くんだけれども、魂がね、人々の出身はみんな関東、関西、東北の。ですからやはりそこに外来文化を受け入れるような、それからなぜあっちに移ったかっていうと、大陸からこう攻めてくる、もう隋唐ね、あるいはもうそれ以前も中国が非常に国力を増してくると、それに対抗するために日本の国をね、いかに実用国家として準備するかということで、それでそういうものを取り入れて戦争に準備する。だから日本の国家っていうのは、ね、国家っていうのはいつもそうなんだ。ある意味で戦争のためなんですね。それに準備する。でそこで国を守るっていう意識が出てくる。でそれが実用国家で、でだから天武天皇、聖武天皇ね、みんな武がついてるでしょ、でこれはやっぱり戦う天皇、武士の天皇で、それが全部関東から来てる武三笠の神の武ですよね。だからそういう戦うという時にやっぱり関東勢が中心になるわけで、まあ、それが作ってたからっていうのもある。そうなんですね。でそこに九州っていうのもやっぱり関東勢が入っているということがあるからこそ、九州に守りに行く。で万葉集に咲き森の歌が、ね、ありますね。咲き森っていうのは大体関東から行くわけ。ですから鹿島立ちっていう言葉があって、九州に、船で行くというね、そういう。鹿島立ちの立ちはどんな字ですか？出発の立ち。鹿島から立って、九州に行く。そうそうそう、それで守りに行く。なんか今の人たちはみんな、ね、関東が寂れてると思い込んでるからね、なんかあそこ貧乏な田舎侍が行くようなこと言うんだけど、そうじゃない。もともと守るのは関東武士だよね。で鉄があったから、鉄拳を持ってるね。製鉄の技術があったってことですね。そうそうそう、そういうことだ。これなんかね、その豪族たちの墓だ、まあ、それも天皇と関係してる。だから咲坂古墳なんていうのは明らかに有楽天皇のね、ために剣を作った人の名文が剣から出てくる。そういう剣を作るっていうことが
かね。向こうほら海が見えるね。先生これギリギリまで海か川でしょ。ああこれはずっとここまで。そうでしょうね。大体ねこういう前方後円墳って目立つところにある。そりゃそうだ。だから海から見てああこれがここの主張なんだ、ね、この町あの国だということがね目立つような。だからこれは本当にね海から見えるんですよ。だからこう近いよね。5世紀最大の、うん、あのこの地域で一番でかいもん。そうですよね。古い方ですよ。富士港なんか同じような。あの元々はあの古墳使ってるんですよ。うん、あの古墳を使って富士山に見立ててるんですよね。まああれはだいぶ後だからね。はい、だいぶ後です。15世紀。でも流れてる地層は同じです。15、6世紀や。おそらくからも富士山が見えたんですよね。富士山と 火が昇る両方見えるという、ね、今日も本当は天気良かったんじゃないですかね。なんか千葉県だけで1万いくつあったんですね。ここ千葉多いんですよ。そう、大和政権の東国経営の拠点として、でこれが大体ね今あのこの鹿島も香取も、はい、その北のねあの蝦夷をある意味で征伐する拠点でみたいなことばっかし言うんですよね、はい、それは何かっていうと結局古墳時代以降はあのもういわゆる東国がこう僻地になっていて、でそういうところでこういう立派な古墳があるのを見ると必ず北がねこう蝦夷地であの、まあ、まさに未開の地でそういう概念があるんです。でそれは間違いで、やはりあの元々はこっちが拠点であって、あの、まあ、まさに古墳のこういうものが作られた時代は、まあ、あのもちろん大和が関西が地方中心なんだけども、やはりこちらもねかなりあの文化があった、あるいは時代が続いてたっていうね、その辺がねちょっと忘れてしまって、その古墳時代以前の弥生縄文時代がまだいろんなところで残ってるはずなんで、はい、まあ、そこからこう逆に言うとその文化っていうのをこう評価することをしてないのが問題であるわけね。でこれがやっぱり日本書紀とかあの古事記が7世紀、まあ8世紀の初めだけどできてしまったんで、それ以前のことをねやっぱりよく分かってない。それはあの神話の形でしかね起こってないために、やっぱり関東と東北を、まあ、ある意味で見損なったんですね。ですけど今そうではないという歴史観が、まあ縄文弥生の発掘がねこれほど豊かに東北や関東にあるということによって見直そうとする、つまり決して北への拠点ではなくて全国への拠点があったってね、それで九州まで含んだ日本全国の拠点が東北にあったというふうに見る方が、やっぱりこういう古墳がまだこれだけ立派なものが残っているということの理由になると思うんですかね。4世紀後半ということですか。そうですね。ですから古墳時代の、まあ、一番あの世紀ですよね、はい、大体6世紀で終わるわけで、うん、まあ、7世紀になるともうほとんどできない、まあ、仏教が出てきてねお寺ができますと古墳がなくなるんですね、はい。これも前方後円墳ということは、うん、あの天皇家の皇族のお墓だったということですね。そういうことですね。ですからこういうところにそういう系統の人がいたということで、まあ吉備あの関西系でも関西あるいは、まあ、奈良とかねあの大阪を離れると吉備が、まあ、結構その大きな古墳があるんですけども、
あそこもおそらくね、あの古墳時代以降に住み着いた、まあ、あのまさにそういう天皇家のお墓があったと。でここはその以前 の、 あの天皇家のお墓として、こういうものがね、うん、豪族たちがそれを継いでた後のために作られたというね、はい、そういうあの解釈ができると思いますね。いやこれだけね、こう結構大きな規模の足元に、うん、埴輪がいっぱい。これをね、変に手をつけちゃうとね、うん、あの西の方と大騒ぎだから、うん、って封印してるんでしょうか。あれはほら天皇家 の、 あの墳墓なんか掘ってないとこいっぱいありますでしょ。宮内庁管轄で。そうそう。だからまあ大体ミュージシャンが見ればもっと分かるでしょうから、うん、この辺もそれをするとね、うん、蜂の巣ついたような騒ぎになってね。まあね、そういうこと、こっちは特にそういうことは、まあ、それは向こうだと、そういう朝鮮のものなんか出てきそうですよね。当然そういうあの、まあ、あ要するに貴家人があのやっぱり天皇家に着いた場合は必ずそういう人たちがいるわけですし、まあ、こちらはね逆、まあそのいわゆる貴家人もいますけども、やっぱり優れてこう藤原家を中心とした、あるいは中富家ですね、そういう中心とした、それから物部氏を中心とした人たちがここにいたという、まあ、そういうことが出てくるだけ で、 で私はねこれこういうものはあの原型を復元するっていうことが、こういう山みたいにね置いとくとね、これますます荒れていくんですよね。で自然そのものになってしまったんで、これはあのまずは仁徳天皇陵、まあ応仁天皇陵、ああいうところからね、あの原型を復しに復す構築物にするというね、そういうことをぜひやってほしいと思うんですね。あの新しい観光資源としてね。そうそう、まさにもうそれこそね、世界の世界文化遺産になるんですね。ですけど先生、この辺のところをですね、うん、あのこの堀さん見てね、やることになると、うん、その先生の学説をね、うん、サポートすることになりませんか。そう、全くその通りですよ。なのでね、うん、その波紋をね、計算してとかというね、うん、ブレーキがかかってるのかなというね、うんうん、まあそれもあるでしょうね、うん、だからそれがね、予算がありませんみたいなね、うんうん、その別な言葉でね、そうです、語られてる、うん、まさにね、これを見ると、あ、この6世紀以前でもあのきちっとしたね、日本の国があって天皇家、スメ、スメラミコトがおられたということがますますはっきりしますからね。だからあれは卑弥呼みたいな邪馬台国があったと思ってますから、この時代は今と非常に混乱した時期でね、そういう、こう和族反乱みたいなことを言って乱れていたっていうことばっかしを言ってますから、そうじゃないんだということがね、こうあのこうあのちょっと違った立場から見たときに、ね、うん、先生おっしゃるように、あの言葉のない時代の、ね、うん、歴史というのにはアンタッチャブルみたいな感じですよね。そうなんです、ね、それによって組み立てられてるから、でそれもあのだからその文化庁から何からね、全部その中で入ってるのでね。そうなんです、こういうようなことに関してね、あのそっとした方がいいみたいなね、あのそういう、ね、そんでもないですよ、ね、やっぱりますますそういうことで形をね、あのもう一回こういう元の原型を直すことによって歴史が分かってくると思うんですね。それからもちろんあの発掘したものをもっとね、こう大事にして調べれば、やはりそれ以前の文字がないということによってね、こう文字資料がないためになんかこうそういうものがないかのごとくあの扱ってるわけですね。もっとね、雑に言えばね、文字資料がないんだから調べるよって感じですね。何かいっぱい眠ってる。出て、うん、日本中が結ばれてたっていう、そういうことでしょうね。だからね、同じ、つまり古墳も日本中同じ形ができるんだ、うん、だからあの縄文時代でさえもね、基本的にあの同じ縄文土器を全部使うわけですよね、うん、ですから
それ破局、あるとこから発信するか、または、ね、こう誰か行くしかない連覇する、ね、こう、そういうのはもう船ですからね、まあ、もちろん歩いていくのもあるでしょうけど、そういうその拠点がここだったっていうね、船を自由に操ることができる、だから海人、海、海人っていうね、海人っていう格は、まあ、アミノさんなんてそういう中世にそれがいたっていうようなこと言うけど、そうじゃなくても、つまりね、大体縄文、この東南アジアから来ている、あの、これはみんな海から、海人っていうかな、こう、そういう船で来ているってことはもう確かですからね。特にあの一番あの上野原遺跡ってね、鹿児島にあるあのあれなんか明らかにね、DNA がね、基本的にインドネシアのに、まあ、全く同じだっていうんですよ。だからそこからこう登ってきたっていうのはね、明らかで。それでその上野原遺跡からあの同じあの石器が旧四国にも和歌山に出てきてるんですね。ですからそこから、船ですね、そこから登って北に来てるっていうのも分かるんで、みんな船なんですよ。だから海岸でそういうものが発見されてます。我々イメージ変えなくちゃいけないのは、なんかこう小さなところにすごい同じところにね、ちんまりやってたっていう、ちんまりやってるっていう、で大体あの縦の住居っていうのは本当にね、なんかそういう感じしますけれども、あの埴輪なんかを見てる住居を見てるとね、もう結構巨大だし、結構あのなんていうか、ここはなんか船着き場だったらしいんですよね。船着き場ということは、1艘2艘というわけじゃないので、それこそ何十艘とあって、何十艘かってね、おそらく大量に一瞬出たっていうのは、何か ね、あの台風かなんか来てね、そこでこう全部が財産ですからね、集まってね、あのそこでこう埋まっちゃったっていうわけでね、ここにこうあればそんなに大量に出ることはない、そりゃそうですよね、船着き場の跡がある、ここはだけどいかにもなんていうのかな、川があって、湿気があって、でどっかとつながってるっていう感じしますね、これね、面白い、中洲になってたんでしょうね、これ船の上で生活してたのかもしれないな、あの高橋さんの地図なんだけども、あれがね、その大まかな歴史的にね、どう変遷してね、いつ頃ね、こうあの海が埋まったのかみたいなね、そういうようなことがね、概略わかるとね、さらに、いや、大体ね、分かってきて、先ほどね、地図も、だんだんこう、改新してる時と、あの後退する時がね、で、だんだん後退してきたわけで、もう今なんか一番後退してる時ですよね、ですからそれを、やはり今だとこういう水田になってる、そこがね、だから本当にそういう意味では豊かなこう水田地帯になってるんだけど、前は海だった時には逆に言うと、そうですよ、こう 海を利用して、それで貝をね、だから貝塚がたくさん出て、だから動物性タンパク質がそこで取れるし、それから山も筑波山がね近いとね、だからそういう意味であの狩猟、まあ採集っていう形が完全に取れた、一番豊かだ、だからこう取れば女性が貝類をね取れるわけで、もう本当にね、何の力がなくても食べられるというか、こんな豊かなね時代ないです、でもあの古墳がね、一個でいいのに高く多くあるからね、古墳というのはこれなりにね、やっぱり勢力がそれだけ豊かだったっていうことですよね、だからあのそれなりのやっぱりその古墳ができる背景みたいなものがあるはずでね、岩崎の方がね、そういうね古墳なんかできないんじゃないですかね、こんなに人がいなくちゃね、やっぱりね、あの要するに古墳時代、つまり非常に大きなね、前方後円墳とか、結構大きな古墳がある場合、その土地の豪族が力があったっていうよりも、人々がね、そういうあのシンボルを失ったんですよ、そういうこの自分たちのね、そういうこの、まあ、御霊信仰とか、そういうものが強かったというふうにね、見て、やっぱりこれは作らなきゃいけないという遠いっていうか、そういうものが
共通して人々にあったというね。さっきの古墳もそうですよね、うん、この低いところから見ると、うん、真前に見えるんでしょうね、うん、きっと。そうそうそう、おそらく、うん、あれ整備するといいと思うんだけどな。まさにね、復元してね。そうですよね、まさに昔のあれ整備するといいと思うんだけど。でね、そうするとね、きちっとして構築物になるんですよ。そうですよね。決してこう山じゃないんですね。あるいは自然の、あの、いわゆる日本の庭園みたいじゃなくて、うん、逆にね、こう積極的なこう自然を改造するような、うん、面で見れますよね、うん、そういうものなんですね。だから早くね、うん、日本中、まあ、できたらそういうものをね、そうですよね、前提、公園というか、しっかりとした構築物、そして人々がね、それだけ作るだけのものすごいエネルギーと、うん、技術ですね、うん、そういうものを持ってたんだということをね、我々自覚しなくちゃいけないんでね、うん、おそらくそういう復元をどんどん日本中やるべきだったよね、うんうん、ああ、これだけすごい文化があったんだ。だから私なんかね、やっぱり古代ローマとね、匹敵するぐらいの建築技術っていうか、うんうん、そういうことが、だって岩を、じゃなく石をこれだけ集めるわけですからね、うん、であれは決して土じゃないんですよ。そうですよね、大体岩でこう、うん、あの石でこう全部固めていきます、ね、形を作ってから、はい、そうなんです。だからね、そういう運ぶ技術だって、うん、絶対海じゃないとできない、うん、できないですよね。だからそういうことがね、すべて技術と、それからいわゆる計算力というかね、はいはい、測定する力というか、まあ、能力というか、そういうものもねあって、それが日本中あったというね。なるほど、これもすごいことですよ。ですからこれだけこう日本がまとまっていた技術力を持ってたっていうことでね、うん、それ以前の文化の高さもあったわけですよね、うん、そうなんですよ、うん、それがまた縄文から来ててね、はい、で三内丸山が出たことでね、うん、あれでこう大きな建物があって、うん、あの頃からもうすでに国家があったと、うんうん、三内丸も含めたね時代から、うんうん、まあ日高国という、うん、まあ、想定できるね、こう海を採取する、うん、まあ、そういう国家が、ね、中心に、ね、あった。だから日本の一番東なんだけど、うん、だから日が立つところで日立ちだっていうところ、ここ知恵の国だっていうのは。最後にここを見たのは良かったですね。まあ、あんたのおかげで。いや、とんでもないですよ。あの、静か、あの、行けたんで本当に嬉しかったです。そうですね、4世紀の古墳、まあ、本当、あの、今日もいい、ご苦労様でした。皆さんご苦労様でした。いや、私も